ロイターソハウゼンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテル・フランケンのアンスバッハ軍に属する所属市で、あり、アルトミュール川沿いに位置する。ロイターソハウゼンは、軍庁所在地のアンスバッハとローテンブルクオープ、デア・タウバートのほぼ中間に位置する。本市は、公式には49の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。市議会は、 市長を含めて21議席からなる。赤字に銀の門閉ざされた赤い門と三角の屋根の小屋蔵がある。屋根の上には黒と銀との旗がなびく。ロイタースハウゼンの指紋ロイタースハウゼン及び周辺集落の建造物中、見どころは、ロイタースハウゼンはロマンティックフランケン観光連盟及びヘッセルベルク畜振興協会の一員である。また、アウラハ ブルク・オーバーバッハ、ヘリーデンともに市町村連盟アジェルを形成する。ロイタースハウゼンには、ティビに加盟する多くの企業がある。年間5000トンの生産量は、ヨーロッパ最大のイトカ工業地区である。バイスコプフのアルバトロス号。ありがとうございます。